先生です。ほい、生徒です。さあ今日は大好評の SCP 遺談を考察していくよ。今回ので4本目です。演技が悪いですね。なんかもっとやってそうだったけど、まだ4本目だったんだ。そうそう、美咲とかそれっぽいけど、媒体が違うからね。ほんで？なんて話？うん、リクエストもらっていた。カンテサンスってやつでかの有名なナシさんの作品だね。じゃあ怖いやつじゃん。オカルトチャンネルなんだから怖いやつをそりゃ扱うでしょうに。ガチガチのオカルト？もうガッチンガッチンに怖い話だよ。はい、やだな。この話はフラーッと流し読みしただけじゃ複雑だからよくわからなくて、人によっては全く違った解釈になるんよね。そして私の解釈はまあある意味希望を得れる答えだと思う。お、オカルトチャンネルでそういうの珍しくない？画面の向こうのあなたもきっと喜ぶことでしょう。これは見るしかない。それじゃあカンテサンスの世界に行ってみようかどう。本編始まるよ、ペリペリさあ怖い話を共に読んでいこう。まあ一人で読んだら怖いからね。話に入る前に、冒頭なんだけどカンテサンス文章1って文字があって、その後で、どでかい画像が出てくるんよね。どれもんよ。これもんよ。きゅう、これが幽霊に見えますか？見える方はこちらまで。対話の憩いカンテサンス？なにこれ？これが何を指しているのかわからないけど、とりあえずそういった質問文ともし幽霊が見えたらこちらまで。っていう連絡先、そして最後にカンテサンスっていう謎の言葉が書いてあるね。とりあえず今のところ、これが何を指しているのわからないし。カンテサンスもわからないので幽霊には見えません。だよね、ということでこの画像を見せられた後に、ちょっとした語りが入るんよね、けど誰が語っているのかわからないから、とりあえず X ってことにしとく。語りで X ね、聞きましょう。何を言っているかというと、まず怖い話の導入ってさ、肝試しから始まるの多いじゃん。まあ鉄板だよね、2チャンネルのシャレコアリアルとか有名な怖い話は肝試しスタートが多い気がする。うん、その理由を考えてみると、それを体験するであろう人が、怪異とか怖いものに対して能動的。つまり、自分から怪異に接しようとしている。そして、主人公が怪異に接触を試みた結果、恐ろしい現象に遭っているのでは？って X は考えているんだ。そう考えるとアホだよな。そうそう、他人の話だし、いや自業自得じゃん。って思うでしょ？まあそうね。だから、そういう怖い話って良心が痛むこともなく怪異に恐れる姿を、第三者視点で楽しめるんだよね。確かに自分に関係なくて、だからこそドキワクするのかも。有名な心霊スポットに肝試しに行って怪異に遭遇、命からがら逃げ切った。詳しい人に話を聞けば、昔そこは合戦場で今でもそこには自爆霊がなんたらかんたら。こんな感じに、ああだから怪異がいたのねって、むちゃくちゃに合理性に欠ける理由を最後に付け加えたり、実は登場人物の一人が特殊な家系の生まれで、村の危ない風習に巻き込まれてしまったとか、登場人物の生まれを出してきたり、あるある。こんな感じに、肝試しをしようとしていた人物だから怖い目にあった。もしくは怪異を求めて行動した人物だから、怖い目にあった。こういった構造にすれば、原因と結果が簡潔に伝わるから。ねえなんか怖い話してよって友達とかに言われた時に、いいよ、これはとある大学のサークルの話なんだけどねって、聞きやすいし話しやすい、話しやすいからこそ広がりやすいんよね。確かに原因と結果が明確じゃなかったり小難しい話は聞かないよな。なんか後ろから誰かがついてきているような気がして、なんとなく不気味に感じたんですよねって終わりだったら、おもろくないし、広がりもしないもんね。そう、今広がっている怖い話ってわかりやすくよくできているんよね。そう言われたらそうだな。そのことを踏まえて、ここからの話を考えていきましょう。って感じに物語は始まっていくんよね。そうだあんたの話じゃなくて、これ、前書きだったわ。ということで今の話を念頭に置いて次に行きましょう。さあ続いては誰かが語った体験談だよ。誰か？これがね、さっきの X なのかまた別の誰かなのかわからないんよね。これを踏まえて以下のお話を考えてみましょう。って言っているからこの話も本当なのか作り話なのかもわからない。まるで先生に問題出されているみたいだな。そうだね、とりあえず私って言っているから、私ってことにしとく。前書きの X と体験談の私ね。そんで、また例の画像が貼られます。これが幽霊に見えますか？だっけ？うん、それがこれもんよ。え？なんか変わった？ちょびっとだけ嗅覚太くなったよ。あ、本当だ霊というより霊に見えるけれど。なんのこっちゃわからんよね、けどこの章でちょっぴりわかるかも。聞きましょう。うん、これは語り手の私が大学進学を機に東広島市周辺で体験した話で、その地域は、程よく人里から離れていてさ、小学生の頃に2、3日山に行ってキャンプするみたいな授業あったじゃん。あああったあった自然教室みたいなやつ。そうそう、そういうことがしやすい町って感じ。ちょっと行けば山があるみたいな地域か。うん、なんでこの地域の話をしたかというと、この物語の舞台が、かつて東広島周辺にあったという、ロッジのような施設だからなんよね。ロッジってまさに自然教室とかで使われそうな山小屋風の木造の宿泊施設だよね。それがこの物語の舞台ね。ことの始まりは、元号が平成に変わって何年か経ったくらいの頃、当時は大学のセキュリティがガバガバで一般人が大学の授業を最前列で受けていたり、
実態がよくわからないサークルが、パンフレットとかを配布していたみたいで、ガバガバだな。その一つとして、謎のサークルが存在していたんだって。つまり、その大学のサークルかどうかも怪しいサークルってことだよね。そうだね、そのサークルの団体名は対話の憩い館ってサンス。あ、さっきの画像の下に書かれてあったやつじゃん。うん、そのサークルは自己啓発を目的としたサークルみたいなんだけど、パンフレットを見ても、知っている元学生に聞いてみても、なんか具体的にどういう活動をしているのかよくわからない。って感じのサークルだったんだってさ。自己啓発って、自分の意思で能力や精神を向上させるために、勉強したりすることだよな。うん、よく本屋で無茶売れてますみたいな謎本あるけど、中身は何これ？みたいなやつ。そのカンテサンスっていうサークルの活動内容は全くわからないって感じ？いや、息を割るんだけどこんな感じ。自分の中に眠った力を目覚めさせ、宇宙的力カンテサンスを得ることを、目的としています。私たちと対話して、新しい自分を一緒に探求しませんか？は？なんかヤバそうだよね。ぶっちぎりでヤバそう。でもやっていることはペラッペラでさ。というと、夕飯代を浮かすためにその団体の新館へ行ったことのある当時の新入生曰く、タロットを使って占いに興じたり、居酒屋でディスカッションした結果、夢は必ず叶う、自分らしく生きていこうっていう結論を導き出したり。はい、無駄なディスカッションだ。そう、そういうしょうもない人畜無害な団体って感じだったんだって。自己啓発というよりただの仲良しクラブやん。そんで、ある日カンテサンスは初めての夏合宿を企画したんだけど、それはロッジみたいなところを借りて、夏休み中に連泊して、ディスカッションして共同生活を通じてメンバー間の連帯を強めよう、みたいな大学生っぽいことをしたんだって。楽しそうでええやん。そして、そんな夏合宿を境にカンテサンスの所属メンバーは、妙なことを口にするようになったんだってさ。妙なこと？うん、幽霊が見えるようになれたって。急にどうした？なんか自己啓発と関係なさそうだよね。でも目的が宇宙的パワーを得るみたいなスピリチュアルっぽいから、関連性はあるっちゃあるって思うけどもいかんせん急すぎない？ね、彼らはやっと幽霊に会えるようになれた。あそこは自分が生まれた家みたいに落ち着いた。これからも力をつけていこうとか怪しい発言を繰り返していたんだって。変な宗教にハマった人みたい。そしていつの間にかカンテサンスのメンバーは大学から姿を消したんだって。やめちゃった？どうだろうね、学校には来なくなったけど活動は続けていたみたいで、パンフレットやポスターをいろんなところに貼り付けていたんだって。無茶アナログに頑張っとるやん。まあ時代が時代だからね。あ、元号が平成に変わったぐらいだからまだネットとかそういうのが、手軽に使えない時代だったんかね。ちなみにそのパンフレットとかポスター見てみたくない？まあ見れるもんなら見てみたいけど。それがこれもんよ。さっきの意味不明な画像がカンテサンスの張り紙だったの？そうそう、でもさっきとちょっと違う部分ない？あ、球がなんか人の顔みたいになっている？なんか形が変わっているよね。不気味なんですけど。張り紙は半月に一度くらいのスパンで定期的に張り替えられていたみたいで、交換の度に内容が微妙に変化していたんだって。それがこの球の部分？うん、最初は間違いなくアルファベットの球だったんだけど、次に、この球の楕円が少しだけ太くなって、そんでまた次に、より複雑な形に変化していったんよね。何がしたいんこれ？全く意味がわからないよ。なんか適当に作った服笑いみたいだよね。こんな邪悪な服笑い見たことないって。ほんで、これ気味悪いでしょ？十二分にきちょい。だから大学内でも都市伝説みたいになってさ。あーでも確かに話としてはおもろいし学生ってこういうの好きだから。七不思議みたいなノリで噂してそう。そうそう、けれどその団体の目的、今何をしているのか、ロッジはどこにあるか。これらは一切合切不明だから、それ以上のアクションはなかったんだって。まあ見つからないのならしゃあないよな。ところが、この団体が夏休みに活動していたロッジを特定した人が現れます。どなた？ここからさらに怖い話になっていきますよ。さあ、ここからその団体が活動したロッジを特定したとある人たちの話をしていくよ。それは誰なん？うん、団体の失踪事件が起きた時に新入生だった人が、会社で後輩を持つようになるくらいの年代の話でさ。あれから6年後ぐらいの話か。うん、どうやら近所の卒業生や、大学院生などを経由して、いろいろと自己流の調査を進めてさ。探偵やん。おそらくはここだろうという建物を突き止めたんだって。まあでもそうやっている時が一番楽しいよな。その場所は平屋のロッジのような建物で緑に囲まれたところにある安い貸し屋でさ。合宿やちょっとしたキャンプができて相談によっては1週間単位の連泊も、できちゃうよっていう方針で、主に学生向けに打ち出されていた。簡易的な別荘だったみたいなんよね。学生にとっては都合の良い場所だな。うん、あまりアクセスの良くないところにはあったものの、夏には、ポツポツと宿泊客もいたみたいなんだけどちょうどカンテサンスが失踪した。前後の時期から所有者が突然に宿泊用の貸し出しを渋るようになって、今は放置同然の管理状態なんだって。まあ廃墟みたいな感じってことか。そんで、これは夏の怖い思い出として、仮に何も怖い思いをしなくても、放置されている郊外のロッジに忍び込むだけで、肝試しとしては成立するだろうってな感じで、男性二人、女性一人の合わせて三人という形で肝試しすることになったんだ。おおもろそうやん。そんで肝試し編に入る前に画像がまた一枚差し込まれます。というと、これもんよ。こっぱ？
首がニョッキしとるやん。もう完全にアルファベットの Q ではないんよね。ダークネス服笑い首長を添えてって感じだ。さあ肝試しに急ごう。なんで今の画像を見せたん？登場人物はさっきも言ったように3人。肝試しを提案してその日の運転役となった男性 A。そしてその彼女の B、最後に先輩のツテを借りて、サークルの情報などを集めていた結果、話の流れで参加を決めた男性 C。男性 AC と女性 B ね。うん、そんで肝試しの提案者である A さんを主軸として話が進んでいくんだ。道案内は、今回の話や建物の情報を集めていた C さんにお願いしていて、A は車の運転、B は付き添いみたいな感じで出発進行してさ、C さんは下見も下から任せてよって感じで、車の中で音楽をかけ、和気あいあいで楽しそうに目的地まで行くんよね。めちゃ楽しそうやん。まあ気分はほぼ日帰りのキャンプだよ。もう肝試しおまけになっとるやん。ほんで曲がりくねった道を走り抜けて目的地にたどり着いてさ、そこは、草がぼうぼうの大草原。まあ管理してないって言っていたもんな。3人は車から降り、湿った雑草をかき分けてロッジへ向かうよ。そのロッジは多少放置されたことによる汚れは目立つものの、ボロボロの廃墟と呼ぶほどではないぐらいの建物で、窓の中に映る内装を含めても荒廃した雰囲気はなかったんだってさ。予想していたより綺麗だったってことか。ほんで建物の裏手を回って、キッチンに繋がる大きめの窓から、家の中に不法侵入したんよね。建物の中は埃は被っているもののやっぱり綺麗で、そのまま貸しスペースとしていつでも使える状態だったんだ。ということで建物の中をバーって見ていくんだけど、特に目立ったものもなくて一応肝試しの手できたでしょ？まあ、そうね。昼間ってこともあって全然怖くなくてただの内見みたいな感覚だったんよね。これは逆に盛り下がるやつだ。そう、だから夜にもう一回来るか拍子抜けだよなみたいな話をしながら、大広間にたどり着いてさ、そこは大きめの会議室のような場所で、長机が長方形を描くように並んでいて、それぞれの机の下には、二つずつのパイプ椅子がしまわれていて、部屋の隅には自立式のホワイトボードがあったんだ。ほーん、そうなんだ。その部屋は一番最初にこの家の外観を見た時に窓から見えた部屋だったみたいで。あ、そんな汚れてなくて綺麗っぽいって最初に行った時に見た部屋ってことか。そうそう、そんで裏の窓から入ってぐるりと歩いてきたから、この大広間が最後にたどり着いた場所だったんよね。ほんで C さんがそれに気づいて、あ、そういやここが最初に見えた部屋か。あっちに乗ってきた車が見えるから。って急に C さんの言葉が途切れてさ。え、急に何？ C さんが見ていた窓の向こうを確認してみると、ぼうぼうの草の向こうに、明るい日差しに照らされた自分たちの車があったんだけど、そのすぐ横に大きな男性が立っていたんだって。どなた？正面を向いて立っているんだけど背が異様に高くて、人間が肩車をしてようやくその頭に手が届くくらい。でっか？そして特徴的なのは首が右側に直角以上に曲がっていてさ、圧倒的な化け物だったんだ。急に怪異に遭遇したやん。ほんで、何なんですかあれはってドン引き沈黙している中、なんか物音が聞こえてさ、え、急激にホラーになっているんですけど、廊下の方から、はい、午後のお話し会するよ、集まってとか、あ、ちょっと待ってください先輩、お茶って何本いりますかとか、同年代ぐらいの学生の声が聞こえてきたんよね。え、人いたの？そんでそのままドアがガチャって開いて、部屋着らしき T シャツやジャージなどを着た男女が、そこにいた ABC には全く気がつかずに大広間にやってきてさ、それじゃあ始めようか、午後の鑑定算数の議題は、と、ってなんか急に会議し始めたんだ。え、もしかしてこの人たちって？実中発掘、失踪した謎のサークル団体カンテサンスだと思う。ですよね。ほんで会議をし始めるんだけど、議題はどうしたら幽霊が見えるようになるか。私たちがするべき議題やっとる。ほんで、出てきた意見は占い、霊感テスト、手相とか。ありきたりだな。そうそう、かもなく不可もなく当たり障りのない、ありきたりな意見しか出てこないんだ。でもさ、そこだけ見るとありきたりだけど、ここには ABC がいるじゃん。そう考えたら異様な空間だよな。ほんで C さんが口を開いてなんですかこれ？こいつら泊まってないだろこの家って言うんだ。うん、どういうこと？ C さんがいろいろ調査してこの家を特定したじゃん。そうね。だから当然この家にはカンテサンスが昔泊まってなんかいろいろしたって思うでしょ？そうなんじゃないの？違くて、C さん実はカンテサンスが泊まったロッジを特定できていなくて。え？くっそ適当に最近廃墟になった合宿用の場所を見繕ってきただけだったんだ。なんなんそれ？つまり特定したって得意げに言っただけで、全くの嘘だったってこと？そう、C さんのデタラメだったんよね。つまり、ここは本当に何の変哲もない空き家？けれど、ABC は不可解なことを二度体験している。首ポッキン巨人と会議をする謎のメンバー？そう、これは一体何なんだ？って混乱するんだ。そりゃそうじゃ。え、でもさ C がたまたま選んだこの建物をカンテサンスは選んでいたってことはないん？それはなくて、なぜならカンテサンスが大学にいた時期には、すでにこの建物は廃墟になっていたから。全く関係ない建物やん。そう、だから余計に混乱しているんだ。A もじゃあ今見ているこれは一体何なんだよ？って。C に向かって叫び、問いかけてさ。そしたらそれまで沈黙していた B が突如として口を開くんだ。あ、A の彼女ね。幽霊ですよって言うんよね。ほよ？部屋の隅で一緒に震えていたはずの B さんが会議室に入ってきた集団の方ではなく、会議室の窓の向こうをじっと見つめながらそう言ったんだ。いやなんでそんな冷静なん？窓を一枚隔てたすぐ向こうにとても大きな男性が立っていて、
B さん、はい、と C にあなたにはこれが幽霊に見えないんですかって問いかけるんだ。知らんって。そしたら会議室の中に、どっと笑い声が響いて、さっきまでディスカッションしていたメンバーたちが、こちらを見ながら声を出して笑っていたんよね。なーにその邪悪なドッキリ番組。そうだよねー、あれが幽霊に見えませんはちょっとやばいって。信じたくなくてもとりあえずさ、あるものはあるって言っとかないと。っていうか、じゃあ何に見えてんのさ、あははは。あーおっかし、久々にこんな笑ったかも。ふふ。ってなんか知らんけど爆笑しているんよね。ほんで A と C はなーにこれ？状態 B は窓を見つめている状態で。カオスな中、また一人部屋に入ってきて、こう質問してくるんだ。じゃあもう、変えよっか質問。しょうがないなぁ、特別だからね。こっからどれくらいのことが起きれば、幽霊だと思ってくれる？って、いやもう幽霊でいいです。そう言ったと同時に窓がすごい勢いでバンと叩かれて。巨人さん。窓の外にいた化け物の両方の手のひらが、ベタリと張り付くように窓に触れて、直立の状態で首だけが上下逆にねじれて回転するみたいに、その頭や額がゆっくりと窓の上部から見えてきたんだ。こっぱ？そしたら無感情に窓の外を眺めていた B さんが突然にパッと目を開いて、嬉しそうに輝いた目で二人の方を見て、幽霊が見えるようになった。って言ってきてさ、なーに喜んどるん。そこから B さんの腕を引っ張って ABC は逃亡。ほんで車に乗って、そこを離れたんだ。エンジンちゃんとかかってよかったね。ちなみに、家の外にいた巨人、大広間の中にいた大勢の人たちも、車に乗って、猛スピードで山道を迂回するときには、その姿を見ることはできなかったんだって。え、なにそれ。じゃああれは幻覚だったのか？いや、そうじゃないだろみたいな感じで肝試し終了。全員無事で何よりだわ。最後にこの画像をご覧ください。またこれ？そしてアルファベットの Q の原型がもうないやん。完全に人の顔になっているよね。これ、さっきの化け物の顔なんかな？さあどうでしょうね。ということで前半終了。この話は結局どういうことだったのでしょう？まだまだ続きます。チャンネルはそのまま。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ後半も元気に行ってみよう。やってみよう。後半はどこから話していく？さあここまでが、この物語の前提となるお話でね。え、こんな長い前提ある？この話に関わる不可解な点、不気味な点は、これから話す部分なんだけど。もう不可解でしたけど。ここでは、私がこの話を知った経緯を話しているんだけど、一番最初に、肝試しをテーマとした怖い話は、そこで怪異を体験する人物が、自分から接触すればするほど、巷に広く伝わりやすくなるって言ったじゃん。言っていたねー。怖いことが起こると知っていながら、その場所を訪れた人物が、結果として怖い目に遭うっていう原因と結果がはっきりわかる。そんな怖い話に落とし込んだ方が楽しい話として受け入れられやすくなるとも言ったよね。言ったねー。カンテサンスはこれをうまく利用したのでは？って考えを述べているんだ。どういうこと？それを今から話していくのさ。聞きましょう。まず、ここでも私が出てきて語るんだけど、おそらくこれは X だと思う。どうして？冒頭の怖い話の因果について語っているから。ああ、そういうことか。X がこの話を聞いたのは、さっきの話に出てきた学生街から少し離れた。田舎町で、そこも同じように合宿用セミナーハウスや少年自然の家といった、人里離れたことを活かしたタイプの建物が多い場所だったんだ。そんで A、B、C の3名もそんな建物で戦術した出来事を体験したみたいで。また ABC？ ここで出てきた ABC さんはさっきの肝試しの ABC とは別人だね。ややこしいな。かつて使われて履いたけど、資金繰りがうまくいかずに、閉鎖した山奥のロッジ、その近くにある広場を目的地として、日帰りでバーベキューをしに行ったんだって。そのロッジに肝試しに行ったわけじゃなくて、あくまで近くにある広場へ、バーベキューをしに行ったのか。そうそう、そのグループは男性が二人と、女性が一人で、免許を取ったお祝いに購入した中古車に乗って、車を走らせたんだ。そして数日間、彼らと音信不通になったんだ。急にどうしたん？めちゃ心配したんだけど、ほどなくして戻ってきてさ。ああよかった。そして戻ってきた彼らは、戦術した肝試しに行った先で起こった体験談。これを聞きとして話し出すんだ。化け物がいたとかの話だよね。そう、その話。ほんでその怖い話を聞いて、はい、そりゃすごいってなってその日は終わって、それからしばらく経った頃に彼らの体験した怪談話が、めちゃ周囲に伝播していてさ、自分自身もこの子、前にすごい怖い体験してさなんて、サークル仲間に話しちゃったし、もうこの話が行き交う飛び交う。そんなおもろかったんかな？ほんで気づいたら、あれ？またこの話だみたいに、その話を繰り返し聞くことになる人も出てきて、妙だな、なんて考えていたらとあることに気がついたんだ。とあること？それはこの話をする人があまりにも正確だったということ。例えばロッジじゃなくて旅館とかに変更するみたいな。アレンジとかせずに、恐ろしいぐらいにそのまんまってこと？そう ABC それぞれで多少の違いはあるけど。例えば A が話すときは、前聞いたのと一言一句、全く同じってこと。正確なのが逆に怖いって。そんで C さんには彼女がいるんだけど、その彼女曰く、C さんはあの肝試しに行ってから、どことなく様子がおかしくなったみたいでさ。どんな風に？
珍しく本や新聞を読んでいるのかと思ったら、どこか一箇所の文字だけをただじっと見つめて、何十分もぼーっとしていたり、それまではあまり傾倒していなかった音楽鑑賞に凝り出したようで、昼夜問わず自室でラジカセを取り出して、場合によっては何時間もイヤホンを耳につけて目を閉じていたり、別にええやん。そんでね、彼女が何聞いているんだろうって思って、C さんが入浴している隙に、電源をつけてイヤホンを装着して、直近で再生されていた部分から再生ボタンを押したら、知らない男性の声で話されるあの肝試しの音声が聞こえてきたんだ。それはまさに、C さんがいつも話していた。C さんが体験した怖い話でさ、一言一句まるきり同じ語り口と言葉遣いの音声がそこから流れたんよね。どういうこと？再生を止め、カセットテープを取り出すと、テープのタイトル欄には、カンテサンス音声さんの語という手書きのタイトルが書かれていて、カンテサンス？ C さんの彼女からその話を聞いた人たちはここで、なんとなくヤバいことに加担していることに気がつくんだ。ヤバいことって？いや聞かれてもおそらく言語化できないんだと思う。そんで、あの日からしばらく音信不通になった3人は全員、C さんも持っていた謎のテープを持っていて、A さんはカンテサンス音声11から16、B さんはカンテサンス音声2から26、C さんはカンテサンス音声31から36、めちゃ持っとるやん。ちなみにこれについて C さんに聞こうとすると、詳細をはぐらかされて、再生もしくは複製しようとすると猛烈な勢いで、拒否されたんだって。英知なビデオ化したくない人みたいやん。けれど、とある友人が隙を見て、カンテサンス音声11の途中までを別のテープに複製したことがあり、それを皆で聞いたことがあったみたいでさ。グッジョブ。そこに収録されていたのは、ミルトンモデルのような、視聴者を変性意識状態に誘導する音声データが入っていたんだって。ちょっと待って、ミルトンモデルと変性意識状態って何？うん、催眠療法で有名なミルトン・エリクソンって人が、顧客に対して使用していた巧みな言葉遣いを分析して分かりやすくしたもので、何気ない文章で相手の無意識に影響を与えるってな感じのテクニックなんよね。例えば、NLP ジャパンラーニングセンターの記事に例があるんだけど、例えば、子供に早く風呂に入ってもらいたいとする。そんな時なんて言う？はよ入れ。そんな感じだよね、ミルトンのテクニックを使うと、夕飯前にお風呂入ってしまっても構わないよ。って感じ、直接風呂入れとは言われてはないけど、入ってほしいのは伝わるでしょ？ああ確かに誘導されている気がする。そんな感じよ。変性意識状態ってのは？例えば、バスケの試合で残り60秒点差は1点の波乱万丈スリリングな、試合展開を見ていたとしましょう。この展開はおもろいな。ね、こんなおもろい状況、手に汗握っちゃうでしょ？なんか自分ごとに思えるっていうか自分もチームメンバーみたいな、そんな感覚になるよな。そう、それあたかも自分が経験しているように実感してしまう状態。これが変性意識状態。なるほどな、そういうテープ内容だったと？うん、そしてそのテープの一部がここにあります。なんで？ご用意しました。しなくていいって。これからその音声を聞くんだけど、その前にこんな一文が書かれてあるんだ。というと、あなたは今無意識にカンテサンスは怖い団体だ、という前提を刷り込まれていることに気づいていますか？って文章。無意識も何もぶっちぎりにイカれとるでしょその団体。そうだよね、怖いよねこの団体。なんでもう一回確認してきたん？さあ、音声を聞いてみましょう。これを手に取っていただき、誠にありがとうございます。まずは、お礼を言わせてください。きっとあなたは今、少なからず恐ろしい気持ちを、不安感を持って、この言葉を聞いていることでしょう。当然です。あなたはあの家にまつわる恐ろしい噂を聞きつけて、そしてここまでたどり着いて、その上で今こうして私の言葉を聞いている。言葉を聞いて、それを脳が記憶して、頭の中で読み上げている。怖がるのも当然です。それでいい。それはとても自然なことです。例えば、もし私が今からいろいろと言葉を浪して、あなたに対して危害を加えない、怖いこと、嫌なことは何もしない、といったところで、あなたはもっともっと私たちに疑いの目を向け、距離を取ってしまうことでしょう。疑ってくれる方が自然ですし、むしろ私たちもそれが嬉しい。今私の言葉を疑い、怖がりながら聞いているということは、あなたがそれだけ私たちの言葉を熱心に読み込んでいるということだからです。あなたが私を知ろうとしない限り、怖いという感情も怪しいという感情も生まれてこない。ただ何も考えず私の言葉を受け入れるのではなくて、ちゃんと真摯に真剣に私の言葉を怖がってくれている。私はそれが嬉しい。疑うことも怖がることも一つの信頼関係になる。あなたは今それを証明してくれている。だから私からもあなたにお願いします。そのまま疑いながらでも怖がりながらでもいいから、私の言葉を聞き続けてください。そうすることが
私にとって一番の喜びになるから。あなたが今あなたの意思でしていることは私を喜ばせているから、怖がりながらでもこの言葉を読み続けてほしい。そんな願いを聞いてくれているあなたは、無意識に私の言葉を、私自身を信頼してくれている。あなたは今私に協力してくれている。安心するだけが信頼じゃない。安心できずに怖がることも裏返せば一番の信頼になる。それにあなたは自分の意思でこの言葉を手に取ってくれたんだから、肝試しをするみたいに怖い気持ちになりたくて、不安感を与えられたくて、だから今もこの言葉を聞いてくれている。あなたは最初から無意識のうちに私に協力してくれていた。あなたの頭は気づこうとしていなかったかもしれないけれど、あなたの無意識は最初から私を信頼してくれていた。あなたはあなたの意思で肝試しに来てくれた。もう一度言います。あなたはあなたの意思で肝試しに来た。それはどんな場所だっただろう。肝試しに行くということは当然その場所が必要になるはず。あなたはどんな場所に行ったんだっけ。覚えていますか。大丈夫、はっきりと想像できなくてもいい。無意識は覚えているはずだから、あなたはそれを思い出すだけでいい。あなたは怖がりながらそれを思い出す。あなたの意思でそれを思い出してくれる。それはどんな場所だったっけ。私と一緒に想像してみましょう。ガタガタと音が聞こえる。車のエンジンのような音。実際に聞こえなくてもいい。聞こえるという想像をするだけでいい。それは徐々に徐々に大きくなって、想像の中のあなたは今車でどこかに向かっていたことに気づく。思い出して、あなたは車でどこかに向かっていたはず。車の窓からは緑がたくさんの木々や草が見えていて、そもそもの始まりが山の中だったことをそこであなたは思い出す。山を抜けて木々を抜けて、バーッと視界が開ける。そこには何があったっけ。そう、そこには家があった。その家の見た目を知らないはずなのに、あなたはなぜかその家を知っている。その家が自分の家みたいに落ち着く場所だと教えられたことも、その家でたくさんの人と出会ったこともあなたは次々と思い出す。すごいですね。とても嬉しい。私は質問しかしていないのに、あなたの心は次々とその答えを返してくれる。自分の意思で私と対話しようとしてくれる。こちらが一方的に情報を与えるのではなくて、こちらが投げかけた質問にあなたが自発的に答えている。今私はまだその家のことをほとんど何も話していないのに、あなたは自分から私と対話して、まだ私が話していない記憶をたどり続けることができている。じゃあ今度はもう一つあなたにお願いしたいことがあります。この家の道案内をしてもらえないでしょうか。車を降りて家の前まで来たはいいものの、どうやら正面の玄関は鍵がかかって開かないみたいなんです。ここにある正面の窓からも中にある大広間の様子は見えるんですが、いくら両手で強く窓を叩いても中の様子を覗き込んでもその窓は開きそうにありません。でもあなたならどこから入ればいいのか知っているかもしれないと思って。大丈夫、声に出さなくてもあなたの心がちゃんと伝えてくれました。それは家の裏手にある窓、そこからなら中に入ることができる。窓を開けてそこから家の中に入ることができる。それでは裏手に回りましょう。裏手に回る間、草を踏みしめてザクザクと歩いている間、もう一度この家を思い浮かべてください。山の中にあるロッジ、放置されてはいるけれど外観は綺麗な空き家。自分の家と同じくらい落ち着く場所だと誰かが話していた家。想像の中で、正確かどうかは関係ありません。あなたが私を信頼して疑って、それを思い浮かべようとすることが大事だから、これからあなたはその窓を開けて家の中に入って、想像でその家の中を歩くことになります。
最初に言ったようにこれは肝試しなんですから、何か怖いものと会うかもしれません。それでもいい、怖がりながら中に入ってみてください。何かが起こるかもしれないと疑いながら、あなたはそこでどんなものと出会うんでしょうか。それではまずその窓を揺らしてみて、鍵を開けて家の中に入ってしまいましょう。あれ？なんかこれって？なんかどこかで聞いたような内容だよね。そんでもって最後の画像がございます。あ、はいはい、幽霊に見えますかね。それがこれもんよ。見つけました？なんか知らんけど、見つかっちゃっとるんよね。見つけないで。よし、それじゃあ最後の章に行きましょう。この音声なんだったんだ。さあ、最後の後書きを読んでいきましょう。やっと最後か。長かったね。さっきの音声も気になるし。まあ最後に考察するから。ほんで？後書きだっけ？うん、これはそのまま一字一句変えずに読もうかな。こんな感じです。いわゆる霊感の有無を知るための有名なテストがあります。自分の生家の中に入り、家中を回って窓を開け、そして閉める、そんな想像をする。その想像の中で自分以外の誰かと会ったり、すれ違ったりした人は霊感があるとされる。インターネット上でも有名ですが信憑性には乏しく、判断材料としては子供向けの心理テストなどと同レベルだとは思います。そこで何かが起こったからといって、霊感があると確実に判断できるとは到底思えません。ただ、それは別として、今となっては、それを知る術もありませんが、あの三人は一体、何をすり込まれたのだろうと、今でも時々考えることがあります。以上が鑑定算数文章1の内容です。ってな感じで終わりです。うん、なんか疑問が残るような終わり方だけども。でもさ、これパッと読んでも理解できないでしょ？何回も読み直したり頭の中で整理しないと何が起きたのかよくわからないな。途中で何回も挟まれる画像も意味不明だし。最後、なんか知らんけど誰かに見つかっているし。それは一体誰なんだろうね？それを教えてくれるんでしょ？まああくまで私の解釈だけど、こんな読み方もできるって感じで、聞いてもらえると嬉しいよ。聞かせてもらいましょうか。さあついに最後です。ここまで見てきた鑑定算数を考えていきましょう。おなしゃーす。まずこの話の構成をざっくり話すと、鑑定算数文章1というものがあって、そこには5つに区切られた文章があって、1つ目は前書き。確か解を求めて行動したから怖い目にあったみたいな原因と結果について語っているってな感じだよね。うん、そうだね。そして2つ目は私が語る体験談。鑑定算数っていう謎のサークルがあるってことが明らかになって、そしてその後 ABC が鑑定算数が活動していたとされるロッジに肝試しに行って、そこで化け物に出会ったり鑑定算数の会議を目の当たりにしたってな感じの内容だよね。その通り。そんで3つ目が不可解な点。冒頭に話していた人と同じ人が登場して、さっき話された ABC が肝試しに行って怖い目に遭うって状況と似たようなことをして失踪、けれどしばらくしたら戻ってきて怖い目に遭ったってことを言いふらしていたな。うん、そんで語っていた内容はさっきの ABC が肝試しに行って怖い目に遭う、これと同じことを何度も一言一句間違えずに話していたよね。そうそう、しかも音楽鑑賞をしていたかと思ったら、実は知らない男性の声で話される肝試しの音声だったんだよな。うん、そんで実は音信不通になった3人は全員、5から6個のテープを所持していた。4つ目はそのテープ、つまり鑑定算数の音声。ミルトンモデルみたいな、潜在意識へダイレクトに働きかけるような誘導で、スポーツ観戦で白熱した時にのめり込むような、あたかも自分が経験しているように実感してしまう状態に、させられるような内容だったよな。うん、そして最後はさっきのテープレイ鑑定テストみたいだったよね。あの3人は何をすり込まれたんだろうねって感じになって、最後に以上が鑑定算数文章1の内容ですという言葉で終わる。うん、そんな構成と流れだった。そんで、一体これは何だったん？うん、私の解釈の結論を言うとこの話は、鑑定算数を得るため仲間を増やすための話なんだと思う。は？まあわからないよね。鑑定算数ってイカレサークルでしょ？いや、そもそも鑑定算数っていうのは宇宙的力なんよ。だからそれが意味不明なんだって。そんで他に意味がないか調べてみたんだけど、いろんな意味があってさ、一つ目はフランス語で神髄、典型、二つ目はラテン語で第五の元素って意味で、四大元素空気、火、水、土に続く宇宙に流れるエネルギーなんだって。三つ目は物理学で、膨張する宇宙の加速がどの程度かを説明するために仮定されたダークエネルギー。よくわからないエネルギーってことと神髄、典型って意味があるってことね。うん、ちなみに鑑定算数は鑑定算数って書く。あ、Q だ、初めに Q がつくのか。そうそう、Q がポイントの話だからね。クエスチョンの Q だと思っていたら鑑定算数の Q も入ってたのか。それはいいんだけどさ、結局その宇宙的力って何よ。鑑定算数は自分の中に眠った力って言っているけど、肝試しの話であった通り、ロッジの会議シーンで、なぜか幽霊が見えるにはを議論していたじゃん。そう、それ気になっていた。どこから幽霊が来たんって思って。おそらくだけど、自分たちにも宇宙的力が何なのかはっきりしていなくてさ、
幽霊ってところにヒントを感じて幽霊を見れるようになることで、その真髄がわかるようになるのでは？って考えたんだと思った。じゃあ言い換えれば、目的は幽霊を見るためってこと？そう、この一連の話も幽霊を見れるようにするってことが、目的なんだと思った。と言っても幽霊見えてないけど？いやもう見えていると思うよ。というと、この文章は誰でも幽霊を見えるようにするための準備をする、誘導装置なんだと思うんよね。誘導？そう、三つの仕掛けがあると思っていて、まず一つは因果。あ、冒頭の原因と結果の話か。そうそう、肝試しがテーマの怖い話は、解を求めて行動したから怖い目にあったっていう、わかりやすい因果がある。だからこそ広く伝播するってことね。それがどうしたん？これ何が言いたいのかというと、怖い話を読むこともこれと一緒じゃない？ってこと。あ、確かに自分から怖い思いをしに行っているって考えたら、確かに同じかも。原因は同じだね。そしたら結果も同じ。つまり、この話を怖い話として読んだら怖い目に遭うのでは？ってこと。やめて。そして二つ目の仕掛け。強制的に怖い話と認識させる文章の差し込み。というと、テープの前に謎の一文差し込まれていたでしょ？あ、確か、あなたは今無意識にカンテサンスは怖い団体だ、という前提を刷り込まれていることに気づいていますか？だっけ？こんなんわざわざ入れる必要ないじゃん。ないねえ。おそらくここの目的は、あんた怖い話聞いたよね？って認識させること。その怖い話ってのは肝試しの話ね。え、どういうこと？この話の目的はさっきも言った通り、肝試しに自ら行くように、怖い話を自ら聞きに来たって手じゃなきゃダメなんだ。だからここの文章の差し込みであんた怖い話聞いたよね？怖い話自分から聞きに来たってことはねえ、怖い目にあっちゃうよねえ。ってことを強調しているように思えた。本格的にやめて。三つ目の仕掛けは画像について。あの画像気味が悪いよな。でもよく考えたら砂丘の文字が人の顔っぽくなるってところ、物語に関係なくない？え、この球ってロッジに出てきたあの化け物のことなんじゃないの？首長かったし。そうそれ、多分誘導されている。実は文章内で球が肝試しに出てきた首長巨人だなんて紐付けされてないんよね。あれ？そうだっけ？つまりあんたは画像の球がロッジのいた幽霊と同じ存在って、思っていたわけよ。それってつまり、これが幽霊に見えているってこと？ってことなんじゃないかな？って思った。というのももう一つ理由があって、球ってクエスチョンって意味あるじゃん。あるねえ。それは画像名からも分かって、実はこの画像、一つずつ、クエスチョン1とか名前が付けられていてさ。あ、そうだったんだ。そして妙なのが普通質問って、クエスチョン1から始まるでしょ？そりゃそうじゃ。ところがこれクエスチョン5から始まっているんだ。そりゃまたどうして？その理由は画像の名前を調べていけば分かるんだけど、実はこれ、クエスチョン5から1ずつ引かれていってさ、カウントダウンになっているんだ。あ、5、4、3、2、1って？え？最後はなんなん？最後はアンサーだね。答え？最後の画像は？見つけましたって書かれてあったでしょ？うわうわうわ、どういうこと？まとめると、私たちは自らの意思でここにたどり着き、まるで肝試しに行くかのように、解を求めて怖い話を読んでいった。そしてたびたび出てくる球を話が進むごとに勝手に、ロッジに現れた首が長い幽霊だと認識してしまっていた。そんで極めつけはカンテサンスが作ったあのテープ。誰なのか全くわからない相手と対話をして、ABC がやった肝試しを追体験させられた。その情景は容易に想像できた。なぜなら、すでに一度 ABC を主人公とした怖い話を聞いているから。となると、対話を進める中で浮かんでくるのは、あの幽霊か。頭の中で幽霊に会う可能性を爆上げしとるってな仕掛けなんよね。ところが一点幸いなことがあります。というと、これはまだ序章に過ぎないってこと。まあまあ不幸だけど、おそらくこの文章には続きがあって、ほら最後に、以上がカンテサンス文章1の内容です。って一文あるじゃん。あ、確かに最後に1ってついているから、続きがありそうだ。多分なんだけど、先を読むことでさらにカンテサンスを得れるようになると思うんだけど、ここまででは霊を見るってことしかできないんよね。いや十二分だろ。ということで、9、これが幽霊に見えますか？という問いに、見つけましたという結果になったって感じ。ややこしいな。ちなみに霊からしても、あんたのことを見つけましたって、意味なのかもしれないから気をつけてね。霊さん見つけないで。怖くなんかないもん。じゃあカンテサンスを考察してきたけどどうだった？これが幽霊に見えました。そうだね、幽霊に見えたね。というかさ、この文章を作った人、アップした人は誰なんだろうね。作った人はカンテサンスのメンバーでしょ。アップした人は、もしかしたら ABC の誰かとかテープを聞いた誰かとかかもね。余計なことをしやがって。他に考えたアイデアとしてさ、ロッジでカンテサンスがディスカッションするじゃん。そこで一人のメンバーがこんなことを言うんよね。落ち着いた場所で、いつもやっていることをする。それが一番、心に染み込むカンテサンスにつながるんです。それがどうしたん？あれ？今まさにその状況じゃね？って思ってさ。というと、落ち着いた部屋っていうのは今いる自分の部屋で、いつもやっていることっていうのが怖い話を漁ったり考えたりする。あーまあまさに私たちのルーティンだな。それがカンテサンス、つまり霊感につながるってことは、いつか幽霊が見えるようになるってこと？私たちは幽霊を見たことがないから信じてないけど、見れるもんなら見てみたいじゃん。まあちょびっと。
そう考えたら、この話は希望とも捉えられない？少数に与える希望より多数に与える絶望を何とかしてくれます？あとこうも考えたただの球が結果的に幽霊に見えたように、天井のシミとか、中に舞うホコリ鏡に映ったもの、カーペットの模様とか、何の変哲もないものや模様、希望が、信じることで、幽霊にもなりうるのでは？って考えた。こらこら、これからお風呂入ったり寝たりする人もいるんだから、皆にも見えちゃうでしょ？幽霊。幽霊からはもう見つかっているかも。はぁ、あ。それでは本日の授業はここまで。ありがとうございました。海の中へ行ってみたいと思いませんか？さあ、放課後の保健室のお時間がやってまいりました。今日の相談はどんなんでしょう？今日のお便りはこちらです。あまり怖くないかもしれないけど、地元の心霊スポットに行った時に撮った写真です。拡大すると窓の右側網戸越しに女性がこっちをじーって見ているように見える気がします。投稿者も自信ないやん。これが幽霊に見えますか？それやめて。これね、頑張って探してみたんだけど、どれが女性なのか全くわからなかった。おそらく中央の窓のベージュっぽいやつのことを言っていると思うんだけど、反射じゃなくて、もしくは窓の後ろ側にパイプとかテーブルがあって、それが透けて見えているとかかな。何にせよ霊ではなさそう。じゃあ取り上げないで。ところがどっこい、今日のテーマは何だった？鑑定算数。そう、あれを読んだ後にこの写真見るとでまた感覚違うじゃん。あ、これが心霊写真に見えますか？ってことか。って考えたら、窓に映る女性が見えるよね。いや、見えないけど。だよな、見えないよな。そう簡単に幽霊は姿を現してくれないんよね。リングの呪いのビデオみたいにさ、会いに来てくれる幽霊っていないんかね。まあ今回の話でとりあえずあちら側には見つかったからさ、気長に来てくれるの待とうよ。なーにこのゴーストラブストーリー。放課後の保健室では、このようなお悩みや懺悔をお待ちしております。なんかいろいろ大変そうだけど、君ならきっとなんとかなるよ。さあ、この後のオカルトじゃんけんで、なんかそのめっちゃええ感じになろう。なあ、喧嘩しようぜ、こいつで。なあ、オカルトじゃんけん、じゃんけん、ポン。僕はグーを出したよ。ここまで見てくれた人は、なんかそのめっちゃええ感じになります。また見てね、バイバイ。